マルク・ペドラ・ササルトは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナ出身のサッカー選手。セグンダ・ディビジオン BFC ・アンドラ所属。ポジションは MF。幼少期から FC ・バルセロナの下部組織、ラ・マシアに所属し、2002年には、ライバルチームの RCD ・エスパニオールのカンテラに加入。2003年に早くも、B チームに昇格。2007から08シーズンは、 シーズン途中よりデポルティーボ・アラベスにローン移籍でプレー2009から10シーズン途中まで B チームでプレーし、2010年1月2日のバレンシア、CF 戦で念願のラリーがデビュー。しかし、トップチームでの出場は、この1試合のみにとどまった。2010年夏に出身機会を求めて CE、ルスピタレードに移籍。以降2013年から、 CD ヌマンシアで4年間プレーし、2017年に RCD マヨルカに移籍。加入後は2017から18シーズンをセグンダリビジオン B で戦っていたチームを2シーズンでラリーガに復帰する原動力となり、2012から13シーズン以来のトップリーグ復帰を貢献した。2020年8月12日、FC アンドライ移籍。ありがとうございます。